はい、今日はですね、2023年6月の14日、時刻はですね、9時11分。ここはですね、チェスト館っていうとこですね。ちょっと待ってくださいね。ここをちょっと横を行ってみようかな。少しでもですね、あれだから。いや、止まりません。止まりませんけど、なんかほら雰囲気を味わってほしいなと思ってですね。ここもう一回こうぐるっと回りましょうかね。いや、案外ですね、知らない人もいるかもしれんしですね、あそこは誰でも知ってるよって言われるかもしれないけども。安いっていうか新鮮なんでしょうね。広いしですね、見ての通りこの駐車場もこの裏側にもありますよ。ぜひぜひ。今のバス停があったんですけど、南国交通とスクールバス停ってありましたね。ですから各学校のスクールバスがここを利用してるのかもしれませんね。話がありますけど、このほら左側にずっと、向こうで途切れましたね。白い花が咲いてますよ、ましたよ。あれはいわゆる雑草ですよね。ほらほら、これこれ。こういうのが好きですがよ、私は。雑草じゃないけ。いわゆる、名前あるんでしょうけど、いわゆる雑草。種物や、ああいったほら、なんですかね。花屋さんじゃないな、苗とかああいうところを売ってるところに種は売ってないってやつです。これが自然だと思うんですけどね。今日はですね、ちょっと違ったところにも行きます。まあ、任せテレビも3年目を迎えましたからね。2年と3ヶ月目か。だからね、これまではただ走り回るだけでしたけど、ちょこちょこっとですね、Google マップでですね、場所を調べてですね、走ることをしました。どこけ？ここだ、ここ。今まではほら、ここの都市農業センターに行ってましたけど、今日はこっちです。トゥルルトゥルトゥルトゥル。いやね、ほんとね、何ですかね、今までは余裕がなかった。余裕がなかったっていうかですね、あれ？まだまっすぐやったけ。あれ、ここで間違えたかもしれない、かもしれない、かもしれない。前ですがね、前。違ったら違ったでいい。一応調べたんですけどね。タララッタラーン、どこに行くんでしょうかね、ですよ。あれ。あら、もうここでわからんくなった、ほら。あら、最初で間違えたかもしれないな。まあ、それはそうでしょうかね。いや、やっぱり今思うけども、これぐらいがいいのかも。
もう最初で間違えてるっていうのも、いやいや、こんなにね、いや、あの Google マップで調べた時はですね、今左側をちょっとこう見たんだけど、間違いようがないようなですね、道だったんですよ。だから何番目をこう行って、次を何番目をこう行くっていう風にだけで覚えればいいなと思ったけど、左の道をピッピッて見るとですね、みんなそれぞれにですね、いい道だったんですよ。いやー、こんな道はなかったような気がする。いやー、まあ、あの、ある程度のあれはして、どうけっていうのが面白いみたいだけど、いや違うけ、いや違ったみたいな気がする、違うみたいな気がしますがよ。あ、この道に出てくるのか、さっきの道は。もしかしたらさっき私が間違えた道はこの道になるのかもしれない。どげんけ、あ、あそこか、あそこかも、こっちかも、こっちかも。いやいや、私、あの、正面から向こう側から来たあれですると、確かね、向こう側からくりゃこの景色が見えたと思う。あれ、こっちには道はないですね。あれ、違ったようですね、違ったようですがよ。あら、違ったな、違いましたね。いやいや、あの、どこに行きたかったのかっていうのはですね、もうこの際言いません。そこにはまた今度行きます。こっちの方になかったらですね、あー、ないな、多分ないですね。タラララッタラタラララッタラッ、いや違う、あ、違うっていうのですね、鹿児島弁ではですね、じゃねって言います。じゃねど、違うぞって、じゃねど。私なんかがその中高生の頃使う時がですね、あ、中高生の頃はチゴドって言ってましたね。チゴド、ワイヤセンユのがチゴドって言ってましたね。ジャネバナの時使うっけ、ジャネド、高校生の時かもしれない。高校生の頃はですね、ちょっと待ってね、おっ、ここかも、ここです、ほら、ここ、ほら、西郷隆盛、ここですよ、ここに来たかったんですよ、私は。だけど、ほら、坂本龍馬さん、わかります？あれ、通り過ぎたのけ、いやいや、向こうか来るときに。え、ただ、あ、ここにもほら、成明さん、お殿様。あー、ここですよ、維新ロード、あー、ここだ、ここですよ、ここに来たかったんですよ、ほら、あの、なんですかね、あの、苔、ここに、あの、あれに、ちょっと待ってくださいね、ここか、行けんなっつったっけ、もうちょっと行けばですね、あー、ここだ、ここですよ、ここですけど、ここを左だったっけ、あ、ここ、間違いなくここですよ、ほら、ずーっとね、あの、前からこんなちょもとったんですけども、ほら、ここにね、あの、高圧洗浄ですかね、あの、ビーってやつ、あれでですね、書かれるみたいなんですよ。成明さん、矢のあれの小松武脇さんもいらっしゃいますね。それでね、どっかで U ターンをせんないかん、ああ、ここだ。ここでですね、あの、U ターンをさせてもらいますからね。
ああ、よかったよかった。いや、今日はここには来れないと思ってたんですけどもね。はあ、もう10分だ。あ、とりあえずそれじゃあここでですね、この動画をお開きになります。ありがとうございました。